はい、で転がってきたボールを取る、素手で取るっていう、素手で取る感じで、はい、最初は取る、はい、この時に注意してもらいたいのが、うん、この取る距離感、手と目の距離、うん、遠すぎてもダメですし、かといって近すぎて取ってもダメですし、はい、ある程度腕に余裕がある距離感で取ってもらいたいなと、なるほど、はい、柔らかく吸収するように取る、はい、でその時にずっと待ってて取りに行くんじゃなくて、ボールが勝手に来るわけですから、はい、前の方から吸収してあげるように、包み込んであげるように取ってあげるといいですね、はい、両手で取るような感じ、そうですね、基本的には左手だけでもいいんですけれども、まあ、両手で両手で取ってみる、両手で、うん。